こんにちは私、ルームアップス株式会社で JPAC のマーケティングマネージャーをしております、小林と申します。よろししくお願いいたします本日ですね、まずルームアップスのご紹介というのを短くさせていただきまして、メインのセッションとなります、東京センチュリー様の DX 戦略ということで、下平様にご登壇と一緒にさせていただきまして、その後拡張制ということで、新機能をご紹介させていただきたいと思います。 でまずルームアップスのご紹介なんですけれどもまずルームアップス知ってるよと聞いたことあるよと言われる方どれぐらいいらっしゃいますでしょうかちょっと手を挙げていただければと思いますありがとうございますもしかしたらあの何っていうところからスタートかもしれないんですけれども、えー、我々ですねいわゆる社内ポータルサイト社内イントラネット言われるものですでただですねいろんな 機能が付随していてまあ全社のコミュニケーションのポータルというのが実現できるようなサイトとなっておりますじゃあどんなものなのかちょっと見ていただければと思います えまず見た目もですね少し違うかなと思います。文字とリンクだけではなくてですねサムネイルがついてタイルで,ですねポタポチッと押していただきます。例えばあのビジョンと戦略ということで社長のメッセージですとかあとですねやはり動画ですよね、まあ、皆様、社内で撮られたような動画というのももちろん埋め込んでいただいたりですとかあといろんな機能の中の1つとしてコミュニティっという機能がありますす社、まあ、社内内 SNS SNS ででねセキュアににを普及したたいいいそんな時にですねお使いいただける機能です。 まあこちらもですねあのページみたいにもなってますけどモバイルでもですね投稿されたりですとかいいねとか拡散したりっていうのも大変しやすくなっておりますま。パッと見ていただいてああまあこんなことができる機能なんだなという,ふうに思っていただければと思うんですけれどもあとはあ Google ワークスペースお使いかもしれませんがそういったウィジェットがインテグレートされていますなので今お使いになっているのをこのポータル上で見ていただいているのと同じになります。 でいろんなビジネスアプリをお使いかと思いますけれども API がございましてこちらにもインテグレートができるようになっています例えばリンク d インとかですねあのオフィシャルの,ものアカウントとかがあれば外のものでもこういうふうに中でですね見せたりということもできますし、まあ、新しくですね社内ラーニングシステムというのも入ってまいりました じゃあちょっと特徴を3つだけ挙げさせていただきたいと思います。我々、社内ポータルじゃなくってコミュニケーションのポータルができますよと申し上げました。それなぜかと言いますと Google ワークスペースにまず連携できます。なので認証の手間からまずそこ、大きく開放されるんですよね。それからコミュニティがありますとでこれ、Google アカウントですでに認証を突破してますのでセキュアにすぐにその相手の知識がなくてもですね導入をいただけるということがメリットにあります。 さらに拡張性ですでもここが大きく違うかなと思いますあの生成 AI こちらも大きなメインテーマになっているイベントだと思いますけれどもあのインテグレートされておりますしそれから新しくビジネスアプリどんどん出てくると思うんですがそういったものもどん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 連携できるように開発をしていってるんですね。じゃあ どういうふうにご活用をいただければいいのか実は約3年ほどですねもうすでにお使いいただいている東京センチュリー様なんですが DX 戦略を推進されているということでどのようにしてルームアップスをお使いいただいて DX を推進いただいているのかこちらはですね東京センチュリー株式会社の下平様にご登壇をいただきましてお話をお伺いしたいと思いまますす下平さんおお願願いいしし拍手でお願いします。 ありがとうございます。東京センチュリー dx 戦略部の下平良子と申します。今回はこのような機会を頂戴しまして、誠にありがとうございます。<laughs> たくさんの皆様にお集まりいただきまして、あの少々緊張気味ではございますが、あのどうぞよろしくお願いいたします。 えと私はですねあの大学卒業後、当社に入社しまして、最初はあの営業のアシスタントからスタートしたんですが、その後、営業職に変わりまして、総務人事とか、あと IT 推進といったバックオフィスまで、さまざまな部署を経験しまして、現在は DX 戦略部で、デジタルを活用したコミュニケーションの活性化の企画と推進に当たっておりますはいそれでは次に東京センチュリーのご紹介をしたいいと思います。 その挑戦に力を私たち東京センンリーーーーのコーポレートスローガンです私たちは金融サービス事業の三軸を汚した独自のビジネスモデルで多様な事業パートナー様とともにあらゆる挑戦に取り組んでおります東京センチュリーですが2009年4月に2つのリース会社が合併して新会社となったことを起点としておりまして えー、素行リースススすするファイナンスサービス企業です主な株主は伊中商事、伊藤銀行 NTT、えー、国内海外に複数の拠点を持ちまして、えー、グループにはオートリース、レンタカー、不動産、航空機関連など、さまざまな業種の企業をパートナーとして、事業を展開しております。 東京センチュリーにはご覧の5つの事業分野がございましてまず、そ業のリースで広範囲な顧客基盤を持ちさまざまな金融サービスを展開する国内リース事業分野法人個人のオートリースからレンタカーまでをグループ企業で展開しまして EV や自動運転などの新しい領域を探索するオートモビリティ事業分野航空機、船舶、不動産 ストラクチャードファイナンスなど高度な専門スキルを有するスペシャルティー事業分野それから世界30か国以上の国と地域でファイナンス事業を展開する国際事業分野太陽光バイオマス蓄電池など再生可能エネルギー事業を展開する環境インフラ事業分野こういったさまざまな分野で幅広,く幅広いサービスを展開する企業です。 はい、ありがとうございます。で、えっ、ー、と実はあのま、ー、ユーザー様ということで、あのー、ちょっと遡ってですね、私あの質問を。 させていただきながら深掘りをさせてていいいたただきななと思っていますなのでちょっと皆様を代弁しましていくつか質問をすでにご準備をしておりますのでちょっとそちらで教えていただければと思います。まずなんですがあのもう3年前ぐらいには導入いただいたんですが選定の理由とあのきっかけみたいなところを教えていただけますでしょうか。はい えー、当社はですね2009年4月の合併時よりですね Google を実は利用しておりましてあの Google の老舗ユーザーでもあるんですがあの社内ポータルサイトも Google のサイト機能を利用して構築しておりました、えー、2020年にですね Google サイトの変更が発表されまして、えー、その時にですね社内ポータルサイトの移行ということについての検討を開始しまして、えー まあこれまであの使っていたグーグルサイトをどういうふうにするかというところでこちらに挙げておりますような要素ですねあの特にやはりサイトの利便性もそうなんですけれどもあの運用面の負担とかあと将来的な拡張性そのあたりもあの含めましてシステム選定を進めましたでその時に最終的に3社のシステムが残りましてまあルームアップさんにはい決めたというのがもともとのきっかけでございます。 ありがとうございます。あの覚えてます。みんなすごいざわついたのを覚えてます。<laughs> この時期。はいありがとうございます。その次にその導入というのがあったと思います。きっかけを今聞かせていただいてで、えーま、導入をしていただいたと思うんですけれども、まその時にあのどんなふうな経緯で。 どんなふうにお使いいただくというのを想定していらっしゃったのかなとお伺いしますすそうですねあの実はその時の状況私があの担当していたわけではないんですけれどもやはりあのとにかく急いで移行を進めなきゃいけないというところであのその時の,そのポータルサイトの 状況の確認から始まって実際の移行まであの大体6ヶ月程度で、はい、終わったというふうに聞いておりまして、まあ、私どもはユーザー側の立場としてなんですけれどもあの変わったよということはあまり気が付かないというのがその時の状況だったというふうになんか覚えておるんですけれども。 今ではこのポータルサイトに接続するということが、まあ、ほぼすべての従業員の毎朝のルーティーンになっておりまして、えー、とここから必要な社内情報ですねあのいろいろこう検索をしたりあの確認をしたりあと、ですねあの社内システムですね、勤怠とか経費管理というものですねそういったものにもあのここから行けますし。 もちろんあのメールとかカレンダーといったような Google ワークスペースです、ね、こちらにもあのすごくスムーズにアクセスできるという感じであのまずはここから毎朝始まるというのが今、社内の状況じゃないかなといいうううに思っておりりまますす、はい、ありがとうござ Google ワークスペース、今、ロゴが入ってますけれどもすごく重要なポイントだったんですね。 はいそうですねやはりあのこれまで便利に使えていたものが使えなくなるということがないようにというのが一番のポイントだったんじゃないかなと思っておりますが、申し上げました通りあり、気がつかないくらいにスムーズにわっっておりました <laughs> よかったかでですでは実際にですねあの DX 戦略グループでもいらっしゃるので、どういった戦略をされているのか、ちょっとお伺いをしてよろしいでしょうか。 東京センチュリーは、経営基盤強化の施策としまして、DX を位置づけておりまして、ご覧の4つの戦略を策定しております。変化を自ら想像する企業、こちらを目指す姿としておりまして、デジタルトランスフォーメーションの取り組みによる企業風土の改革や既存ビジネスの変革、新規ビジネスの創出、そんなことを実現を目指しております。 ありがとうございます。じゃその中でもまああの今回そのいろいろな施策の一つを推進されるということでえ活用ウルーマップス活用いただくということになると思うんですけれども、ちょっとそちらの方もお伺いできますでしょうか。そうですね。えっ、ー、とちょっとその前にですねあの私ども DX 戦略部についてあのご紹介ができればと思います。えっ、ー、と私の所属する DX 戦略部なんですが、2020年12月に 全社におけるデジタルトランスフォーメーションの企画推進を目的として新しく作られた部署です。で先にあのご紹介しました通り、私ども5つの事業分野があるんですが、その外側の経営企画部門に属しておりまして、全、え、社、ー、横断的な動きを取ることができる部署になっております。データとかデジタル技術の活用、取り組みを通じまして、 東京センチュリーグループの組織企業風土ビジネスモデルなどの変革トランスフォーメーションの実現を目指しておりますそのための取り組みとしてデータ経営の推進生産性の向上それから業務効率化の徹底そしてこれらの取り組みを通じた新規ビジネスの創出あのいわゆるですねあの攻めと守りの DX この両方にデジタルの力を活用して改革を進めている部署です このような DX 戦略、ちょっと先に言ってしまいましたけれども、こういう DX 戦略を進める上において、どうやってルーマップスをご活用いただいているのかというところを少し教えていただけますでしょうか。はいえー、先ほど申し上げましたとおり、DX 戦略部の目的の中に、私たち、東京センチュリーグループの組織 企業風土、ビジネスモデルなどの変革実現というのを目指しておりまして、えー、とそのためにはどのような取り組みが必要かなということをあの部のメンバーで話しているうちにです、ねえー、まずです、ね、事業分野を超えたコラボレーションが必要ではないかという意見が出てまいりましたじゃあコラボレーションをするためにはどうしたらいいかあのそれまであの情報の発信、まあ、一方通行であったポータルサイトの中で 双方向でのコミュニケーション、あの双方向性機能ですね。で、そういったあのコミュニケーションができる場所、まあ、いわゆる社内 SNS みたいなものを作ってみてはどうかという意見が出まして、プロジェクトがスタートしたと、はい、いう状況です、はいで。そもそもなぜ社内コラボレーションなのかと申しますと。 先ほどご紹介しましまた通り当社には5つの事業分野があるんですがあの各事業分野が非常にあの高い専門性を持っているということもありましていわゆるあの縦割り構造になってしまってコミュニケーションがそれぞれの事業分野の中でとどまりがちでした。 もちろん事業分野をまたいで共通のお客様もいらっしゃいますし例えばですが最近重要視されている環境とかあのサーキュラーエコノミーですねそういったテーマなのは同じような事柄をですねそれぞれの事業分野の中で別々に探索していたということも出てまいりましたでデジタルを活用して事業分野の垣根を超えたコミュニケーション環境 こういったものがあれば場所にとらわれずに自由な発想ができてどこにどんな人がいるかというのが見えてくるのではないかと思いましてコミュニケーションの範囲を大きく広げたいと広げることができるのではないかと思いましたこれまで事業分野ごとにこう縦に走っていた線ですねそれを一つの輪でつなげてあの一つの線でつなげて輪を作るとこれがあの私どもの考える社内コラボレーションのイメージです。 大きな輪の中で従業員同士が同じ話題で自由にコミュニケーションすることでこれまでとはひとまず違う新しい発想がきっと生まれてくるはずそう思いまして社内コラボレーションが私たちの挙げている DX 戦略である変革や社内風土を変えていくこういったことにつながってくると考えております。 えー、とはいえ、ですね私どもの業種からですね少々お堅い面がございましてこういった新しい取り組みですねこういったことがですねあのすぐに思いついてすぐに進められるこんなことはちょっと難しいのかななんていうふうに思ってはいたのですがあのコロナ禍もありましたりして、えー、と場所にとらわれないデジタルでのコミュニケーションですねこの必要性は非常に増しておりましたし えー、多分その影響もありましてデジタルツールへの慣れですねこれも進んでいたのでしょうかあの当初思っていたよりはこのプロジェクトを足し通ししてく,るくださる声があの社内にも多かったように思っております、はい、またあのデジタルでの、ね、双方向性コミュニケーションの場を整えるためにはどんなことが必要だろうかという考えた時にです、ねまあ、こちらにございます3つの要素が上がりました、えー、これを言い換えますとあのマリ 従業員誰でも簡単に使えて、まるには、えー、従業員のだけでですねあの、とても安全安心に、そして3番あの、毎日使うポータルサイトの中でできる、ここのことが重要じゃないかと思ったんですが、あのこの機能すべてがですね、r o o m ッ p s の,のコ,ミュニティコミュニティの中にあることに気がつきまして、えー、今回のプロジェクトでは、新しくツールの導入をしなくてはいけないという。 そう言ったことが全くなかったので、あの非常に、あのプロジェクト自体をスムーズに進めることができたようにも思っております。はい、で、スクリーンショットで大変恐縮なんですけれども、こちらがですね、試行錯誤の上。に出来上がった、あのサイトでございます、えー。社内ポータルサイトの中に、あのルームマップスのコミュニティ機能を使った、えー。社内コラボレーションサイトと題した、新しいページをオープンしました。 このサイトなんですが実は東部の若手の女性メンバーが中心となりまして作り上げてくれました個別のテーマごとのコミュニティを並べるだけではなくてどうやったら多くの従業員がアクセスしてくれるかな興味を持ってくれるかなデザインを考えたりあと動画とか問い合わせフォームを埋め込んだりしまして一から考えて作ってくれたものです でその,あのメンバーはです、ね、あの全く IT 系の業務のけ経験がなかったんですけれども、あのほぼ独学で、本当数ヶ月ですね、もう短い期間でここまであの出来上がりました、これもあのルームアップスだったからだなというふうに思っております。とても柔らかくてカラフルなデザインで、従業員の間でもう今までとはちょっと違うよねということで、大変ご好評いただいております。 ではその導入後にどんな効果があったかちょょっとお伺いいでできますでしょうかはい、あの実はですねその TC コラボレーションサイトなんですが全社で使い始めたのは今年の3月の半ばぐらいでまだ4ヶ月ちょっとしか経っていないという状況なのですがあの部門部署を横断したコミュニケーションが生まれてきているということは感じております。 これまで発信のみだったポータルサイトなんですけれどもあのいいねがついたりとかあとコメントが入ったりしてこれまでとは一味違う会話が始まっておりますね。はい、でこちらがですね実際にあの使われているコミュニティの一例になります、えー、あの実は初め,初めましてから一番意外だったのはあのこのコミュニティを作りたいということをあの自分から手を挙げてくれるあの社員がとても多かったんですよ。はい であのテーマもいろいろでしてあの例えば Google の小技みたいなものとか日常のちょっとした工夫とかあと出張ネタとかですねお客様への手,が手土産とかあの趣味のコミュニティですねいろいろな話題で部門部署を超えたコミュニケーションが毎日生まれておりますで例えば業務改善の小ネタというコミュニティがあるんですがあの中身一つ一つはですねとても小さな情報なのかもしれないんですがそのちょっとした工夫がですね あの結構共感を呼んでおりましてあの一人一人の行動があの変わるきっかけとなれば、えっと、その動きってあのこれからどんどん大きく広がっていくと思っておりますでそれがいずれは大きな改革につながるんじゃないかなというふうにあの期待しておりましてこれこそあの変革というものにつながる大きな動きだと考えておりますあの全体として大きな効果を実感できるにはもう少し先になるかもしれないですがとても良い方向に進んでいると思っております ありがとうございますそういうお声が聞けて大変嬉しいですねでは今後ですねどんなことを実現されたいでしょうかはい、えー、自ら変化を創造する企業グループを目指しまして DX 戦略部として今後もデジタル技術を活用して社内のコミュニケーションの活性化をサポートしていきたいですね あの自発的で横断的なコミュニケーションから出てきた自由な発想から新しいビジネスが生まれるということをここをぜひ目指していきたいと思いますそしてあのゆくゆくはですね東京センチュリーだけではなくてグループ全体でのコラボレーションについても検討を進めていきたいと思っております。 あのこのグループ会社全体って今あのおっしゃっていただいたのはですねちょっとこんな構想がありまして我々ルマップスという製品実はあのいろんなグループ会社でワークスペース別のドメインとかでねお使いでもあのワンプラットフォームであの認証がつなげるんですよねなのでそういったところをクリアいただくとまあすぐに一つ投稿されたら全社にですねお知らせが投稿できるというあの機能がありますのでそういったところがもし実現をいただければきっときっといろんなビジネスもっと生まれてくるんだろうな と思います。どうも下平さんありがとうございました。ありがとうございました。したそれではちょっとだけあの拡張性ということで、新機能をご紹介したいと思います、えー、我々のあのタイヤに代わりさせていただきたいと思います。 初めままましししててルマップスで営業担当しておりますすと申します皆様、基調講演から来てくださった方が多いんじゃないかなと思ってまして、お腹も空かれてるんじゃないかなと思うので、5分ぐらいで私の方から簡単にご紹介させてください。まずですね、ルマップス、先ほどご説明いただきましたり、あり、非常に多くのお客様にご利用いただいておりまして、業種、業態問わず、さまざまなお客様にご採用いただいております。で、グローバルの実績にはなるんですけれども、今ですね、500社以上のお客様にご採用いただいておりまして、 毎日500万人以上のユーザーザ様がアクセスををししてててて情報を共有をしていただい,ているようなな形になっていますで最初に聞いた通り多分ルマップスって初めて聞いたよっていう方が多いかなと思うんですがあのおかげさまで第三者機関でガートナーさんとかフォレスターさんではあのリーダーでご評価を頂い,いてるんですけれども実はですね競合他社も,もちろん多くいらっしゃるんですがこういうあのポータルに特化したサービスというのがあのグローバルには多いんですが日本にこのように拠点を構えてあの多く販売実績があるというのがルマップスのみというで 形になっているので、まあ、こうやって Google さんとご一緒にあの日本のお客様にご提案をさせていただいているという形になっています。 で先ほどです、ね、下平様からもあの生々しいお話いただいてありがとうございました。<laughs> あのその中でやっぱりのポータルを移行するというところがまず最初にはなるんですけれども、まあ、その後ですねコミュニティとかスペースを使っていただいて、まあ、双方向で従業員との、えー、とやり取りを図っていただいたりですとか、あとは、えー、と多言語対応もしていますので、まあ、外国人の従業員の方とコミュニケーションを取ったりということも可能なんですが、まあ、そこだけではなくてどんどんまあ拡張していけますというところを、えー、と私どもからは、えー、とご提案をさせていただいております。例えばあのビデオのところを えーとそのルームアップスの中に埋め込んでいただいたりですとかあとは Google だけじゃなくてさまざまな業務アプリ使われてらっしゃるかなと思うんですけれども例えば経費生産をルームアップスの画面の中に埋め込んでもうこのポータルの中で完結させるですとかあとはですね今年になって実は2つのサービスをリリースいたしました1つがえっとオンボーディング e ラーニングの部分でまあポータルって先ほどもおっしゃっていただいた通り、まり毎日アクセスするようなツールになるかなと思いますのでまあその中で情報を探すだけではなくてえっとラーニングですね今自分がやらななけければいけないところ っていうのを確認できるような機能です。とか、あとはえっと生成 ai の部分ですね。あの、今日の基調講演でも ai のお話多くありました。けれども、えっとルマプスの中にも ai を埋め込んで、えっと運用者の方もユーザーの方もえっと楽にしましょうという機能をリリースしております。で、ここからですね。ちょっと ai の部分簡単にご紹介させていただきたいんですけれども、大きくは3つの機能になっていまして。まあ,あの調べたい情報をすぐ出してくれるとか。あとはまあ、コンテンツの作成の部分になるんですけれども、ここについても簡単にあの動画をご用意しましたので、こちらでご説明。できれば とと思いいまますす、はい、ありがとうございますこんな感じで,です、ね、ルマアップスのユーザー画面に入りますとあのトップの部分で検索は、えー、と通常のものでもできるんですが AI とコラボレーションするとこういう形で、えー、と文字で回答してくれたりですとかあとは関連するコンテンテツをこのようにチャットボットも、えー、とここで動いているんですけれどもこれモバイルでももちろん動けますので、えー、と新入社員の方がモバイルからすぐに有給について調べたいとかそういった形でもご利用いただけます。 はい、でこれ、ですねあの裏側では、えー、とバーテックス AI が動いていますので g o、まあ、Google の上の情報とも連携しつつ、えー、とご活用いただけるという形ですでここからが自動生成の部分なんですけれどもコンテンツ作るときにあの画像をわざわざ撮ってくるのが大変だみたいなのこうをよくいただくんですけれども、まあ、こんな感じでスーツを着た人たちの、えー、と写真が欲しいとかっていうのを書いていただくと、まあ、それに合った画像を、えー、と AI が自動で作ってくれるという形になっています。 はい、であと、ですね文章の部分も、えー、とお手伝いする機能がございまして、下の方ですね、ここにあの AI のコンテンツ作成というボタンがあるんですが、ここもあの書いてほしい内容を、えー、と記載いただきまして、でその後に、まあとに丁寧語がいいとか、フォーマルがいいとかっていう形で、あのニュアンスもあの選んでいただくことができるんですが、これで生成と押していただくと、まあ、こんな感じでテンプレートのところを自動で作ってくれたりという機能をリリースしております。はい でこのようにですね、あのポータルの中にあの単純に一方通行で情報を発信するだけではなくて、まあ、双方向でやり取りをしたりですとか、あとは、えー、とこのように動画のように AI を使ってより便利にというような機能を、えー、と随時ご提供しております。で、今ですね、ご紹介した機能については、もちろんモバイルでもご提供しておりまして、えー、とブラウザでもご覧いただけますし、あとはあの緊急時にあのプッシュ通知で案内を送りたいという場合は、モバイルアプリもご提供しておりますので、まあ、アプリの中からでもユーザーの方と双方向でやり取りをする、そういった世界観を ご提供しているようなサービスになっています。はい でですねえっと今日あのいろいろとご紹介させていただきましたけれどもまポータルの部分ですとかあとはえっと従業員の方とのコミュニケーションにお悩みがあるあのお会社い,いらっしゃるんじゃないかなと思うのでもしあの気になるところがございましたらブースもございますのでぜひお立ち寄りいただければと思いますでえっとですね最後にちょっと一つお願いがございましてあの入っていただく際にアンケートをお配りさせていただいたかなと思うんですがえっと可能であればえっと一言でも構いませんのでご記載の上えっと椅子の上に置いていただくかもしくはあの出入り口にえっと黄色い T シャツのスタッフがいますのでそれに渡していただければと。 ブースに関しましては、えっと、AI のイノベーションエリアの方に出展しておりましてあのこんな感じで皆さん日々あのお忙しい中ストレス感じてらっしゃるんじゃないかなと思うんですがストレスボールもお配りしてますのでぜひ遊びに来ていただければ幸いです。ではご、えっと、ご清聴いいたただき誠にありがとうございました